ほいほい、ヤモリフミです。たまーにやっていこうと思っている声の演技トレーニング動画、今回はその2回目になります。前回は女声を練習してみたんですけども、今回はイケボを練習していこうと思います。まあ、イケてるボイスとか、まあ、イケメンボイスとか、要するにかっこいい声を練習していこうと思います。ちなみに、イケボを練習したり、勉強した経験はありません。なので、今回は頑張ってイケボを習得していこうと思います。まず、個人的に思うイケボなんですけども、低音で落ち着いた感じで喋るとイケボなんじゃないかなと思います。こう、こんな感じですね。多分。ここからは、できるだけ、この声で喋ってみようと思います。もう見た目とのギャップがやばい。じゃあ、イケボを勉強していくわけですが、勉強する前と後でどれくらい成長したかを比較し、もうこれなんかおかしいよ。なんか違和感があるから、普通に、やっぱ普通に喋ります。勉強する前と後でどれぐらいイケボになれたかっていうのを比較したいので、今出せるイケボを、とりあえずやっときましょう。セリフは、こう、君の瞳にチェックメイトで行きましょう。君の瞳にチェックメイト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 。はい、じゃあ何パターンか試してみたのでね。まあ、これぐらいで前置きはいいでしょう。じゃあですね、イケボの出し方とやらをググって勉強してみようと思います。じゃあ行ってきまーす。ほい。はい、勉強してまいりました。いろいろイケボの出し方っていうのを調べたんですけども、よく言われてたのは、喉を開くとか、喉仏を下げるとか、腹から声を出すっていうのが多かったですね。じゃあまず喉を開くやってみましょうか、こう。はぁ、喉を開いちゃめちゃよ。こんな感じだ。いいのかな？で、この状態でどうしたらいいのかな？喉仏を下げるのかな？次は。わかった。喉仏を下げてみるよ。喉仏を下げてみたよ。喉仏を下げてみたらこんな感じになったよ。こんな感じでいいと思うよ。お姉さん？ちゅうだにゃ。これ絶対おかしいでしょ。で、最後が腹から声を出せばいいの？要するに喉開いて喉仏下げて腹から声出せばいいんでしょ、こう。はぁ、なんちゅうだにゃ。これ絶対違うよね。一応これでセリフ言ってみよう。君の瞳にチェックメイト。これ絶対違うから。はい、さすがに今のはやりすぎってやつですよね。こう、喉は開き気味、喉仏を下げ気味、腹から声を出し気味みたいな感じで全部押さえてやってみましょうか。だいたいこれぐらいですかね、喉を開くっていうのは。多分これぐらい喉を開く程度にしておけば、まあ、まだマシなんじゃないでしょうか。次、喉仏を下げる。こんな感じでしょうか。多分、こう喉仏を下げればいいんじゃないかな。多分こんな感じでいいと思うよ。で、次、腹から声を出せばいいんでしょ。こんな感じか。これでセリフを言ってみよう。はい、君の瞳にチェックメイト。君の瞳にチェックメイト。君の瞳にチェックメイト。